スタートアップ企業が数多く集まる街、渋谷。その周辺と都内を一望できるここ光栄32階に KDDI 無限ラボがあります。無限ラボは世界に羽ばたくスタートアップを全面的にサポートするプログラムを2011年から実施。これまでにたくさんの卒業生を輩出してきました。今日はその魅力を皆さんにお伝えします。早速こちらへどうぞ。恋愛婚活マッチングサービスのペアーズなどで成長を遂げているエウレカも実は KDDI 無限ラボ第2期の卒業生です。僕の場合は2012年の5月ぐらいに入ってるんですけど、結果的に卒業したのがその3ヶ月後の8月で、ペアーズをリリースしているのが10月なので、あのタイミングできっと入ってなければ10月に多分ペアーズってリリースできてないんですよね。なので、今の結果があるのは多分あの時のアクションだなっていうのは本当に思いますね。僕は KDDI 無限ラボで出会った人と4年間ずっとお付き合いさせていただいているので、もっと言うとそこから広がっていく、さらにその枝分かれした人脈もご紹介いただいたりもしているので、もうだいぶお世話になってますかね。そして第9期のデモデーでオーディエンス賞を獲得した電玉の大谷代表です。そのオーディエンス賞を取ったっていう事実で、取材していただけたり記事になったり、その後の発展につながっているので、一つの実績かなと思います。あのチームにだけは負けたくないとか、今自分たちはこの期の中でどれぐらいそう優れたサービスになってきているんだろうと、そういった思いは常にあって、いろいろ情報共有をしに行ったり、探りを入れたり喋ったりしながら日々切磋琢磨してました。無限ラボではオフィススペースの提供やスマートフォン端末の貸し出しなど開発環境が充実しています。また無限ラボの最大の特徴はメンターと呼ばれる伴走者の存在なのです。 KDDI 社員に加えて様々な業種から参画したパートナー連合の担当者が、いわゆる壁打ちというやり方を含め、親身にスタートアップの相談に乗り、それぞれのノウハウやアセットを提供してくれます。担当するスタートアップの方々と、ミーティングをしながら、ビジネスモデルのプロットであったり、あとはターゲットの設定、そういったところを実際に彼らの考えを引き出しながら、それを整理してあげる、そういったことを、ルーチン的に行っています。あくまで最終的なゴールは一緒にビジネスをというところですね。それはもうプログラム期間、終わり関係なく一緒にやっていこうと考えています。さらに第一線で活躍する経営やマーケティングのプロを招いてのアドバイスや講義も充実しています。普段は基本的にはマーケティングの支援をしているんですけど、僕らが何かを教えるとか、何かをこうギブスのようにはめるんではなくて、創業者の人が何を思ってるか、何を課題に思ってるかっていうのがまず一番大事で、それをお客さんとこう組み合わせるときに、どういう必要最低限のアジャストとか調整が必要かというところを見極めるようにしています。そして2016年春、第10期を迎えた KDDI 無限ラボがさらなる進化を目指し、新たな取り組みを始めました。アクセラレータープログラムへの移行。これからビジネスを始めるスタートアップを支援することはもちろん、すでにビジネスをスタートし、さらに規模を拡大したいと考えている企業にまで支援の幅を広げました。そして幅広くスタートアップを支援するためのパートナー連合も30社に拡大。これまで以上の企業との連携やシナジー効果が期待されます。無限ラボをスタートから見守ってきた経営競争基盤の塩野氏に聞きました。何か作りたいサービスがあるとか、起業したいという思いは、最初はすごく軽い気持ちとかカジュアルなものでも良いと思うんですね。ただ本当にここに来て頑張ろうと決めたら、そこでいろんなサポートを受けながら、ある種恵まれた環境だと思いますので、それを本当に最大限貪欲に使っていただいて、ぜひ世界を驚かせていただきたいですね。なんか僕ら支援してるんだよってことじゃなくて、こう一緒に解決しよう、未来を作っていくのはやっぱ自分たちであるっていうことをやっぱ考えて、無限の可能性を持つ
スタートアップの皆さんと一緒に何か新しい体験価値を生み出すということを一緒にやっていきたいと思います。世の中に新たな価値を創造し豊かな未来を築くため KDDI 無限ラボは挑戦したいあなたと共に歩み続けます。